にちは、有吉直子です。今回はこのアイヒラのスケールの中からゼーモールを吹いてみたいと思っています。これもフラット3個の調ですね。全調制覇まであとちょっとです。このアイヒラのスケールが気になっているという方はぜひ下の概要欄のリンクからチェックしてみてください。とても勉強になりますし、今この私が持っている楽譜は大きいですけども、 A4 サイズの持ち歩きのしやすい楽譜も出版されているそうです。ぜひ見てみてください。それからメルマガを毎日お届けしています。演奏に関わる心と体のことや楽譜の読み方、音の聞き方などいろいろ書いているメルマガをすべて無料でお読みいただくことができます。下の概要欄のリンクからぜひ登録してみてください。